おか,しきかつおのっかチャンネル、はい、え皆さん、えー、久々になりますが、えー、ちょっとコロナがね、えー、増えてきたんでちょっと撮影もちょっとできなくなって、えー、今日お久々にやることになりました、また頑張りますんで、皆さん見てください。えー、今回はすごいですね、まあ、今回は今回、いつも言ってますけどね、いや、今回すごいですよ、朝、えー、倉未来の選手がね、えー、ボクシングの5階級を無敗制覇した。 スーパーパチャンンピオン1試合300億もらったというこの選手と、まあ、朝倉メスクル選手がスパーリングを今月の27日にやるという、まあ、今回はすごい、えー、アドバイザーというかね、えー、6階級も、ね、制覇したマリー・パッキョがセコンドにトレーナーとして教えてくれた指導してくれたったすごいじゃないですか。 えー、メンウェーザーともう大戦って大接戦で負けたんですけども私は勝ったのかなと思ったんですけどもそれぐらいの大接戦ねそんなすごい選手にまあまあいわ,わばメンウェーザーと同格の選手に見てもらってそしてメンウェーザーの戦った、えー、ことで弱点を知ってる戦い方を知ってるというそのマリーパー教が教えてくれた。朝倉選手かなりなり 今回有力なテクニックも教わっていきたいでしょうその様子をちょっと見てみましょうこれパッキョがバンテージを巻いてくれてんですねすごいですねかなり分厚いのを入れてますねこれ相当パンチがあるっていうのは多分分かったんでしょうねパッキョ自体もパンチ力あったんでまあ、パッキョがやってることをやってみせようっていうことでしょう、ね、骨がバラバラにならないように細かい骨すぐ折れますからねそれをしっかり絞って巻いて ババラバラにになならないようにすごいですねこの6階級制覇、ね、の史上最強の,にあのスーパースター人気ボクサーですよそのパッキ杏が自ら巻いてくれて技術を教えてくれるというすごいですねまあ、パッキ杏はすごいんですけどそれを教え,て教えてもらえる浅倉未来選手は半端じゃないですよね。それぐらい、まあ、知名度もも実力も これからの可能性も秘めた人だということで教えてくれるんでしょうからこれは朝倉選手のミットを受けているのはパッキャオ選手のトレーナーでブブイっていうトレーナーですねフレイリー・ローチャにも教わっているんですけどもこのブブイは同級生みたいですねパッキャオの学生時代からの信頼を得ているトレーナーということで朝倉選手はやっぱり総合格闘技からいくとねこの肩の力が入るっていうことでもっとリラックスして打てと。 ま、その方があの当てやすいんですね。力が入ると相手にもバレますから、そしてスムーズな速いスピードで打てるようにリラックスすれば。力の入れ具合も変わってきますからね。ちょっと傾かないで傾いて打ってるんで、傾くと力が横に逃げるということで、まっすぐ打てと言ってますね。パンチの打ち方がだいぶあの修正されてきてますね。今までちょっとただ打ってるような感じなんで。 今までのパンチもあったんだけどもさらにパンチの打ち方でかなり強化されてますよ肩の力を抜いて打つのと重心をちゃんと前に打ってますから今まではちょっと体を横にねくんで重心パワーが横に、ね、逃げちゃうんですねそういう意味では前にパンチを打ってるっていうことでうまい重心の乗り方してますよ今で足が突っ張って打つんで前足に体重がかかってないんで左ストレートにパンチが薄いんですね乗り方が。 それをパッキャを直してますね。これ習ったら、かなり強いパンチを打ってますよ。今までも強いパンチだけども、さらに強くなってますからね。まああ、足がね、今まで棒立ちだと、この連続で。ね、コンビネーションも打てない、連続でバンバンバンっていうパンチも打てないですから。パッキャに習ったことって、これ。連続回転の重いパンチが打てますね。相手の、ね、この、あの、的を絞らせないっていうのもあるし。 この動きを利用して、パンチを打つっていう重心をパンチに乗せるということですよね。うん、だいぶ良くなったって。パッケは褒めてますよ。やっぱり朝,朝倉選手は格闘技に向いててすぐ覚えがいいですよね。のいいパンチ打ってますよの。今までとはちょっとパンチのノリが違うね。これ。あとスピードも出てきた。無駄な打ち方してないですからね。前はちょっとこう。 力の入った大振りなんです。スピードが鈍ります今コンパクトにパン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 って打ってますから速さパワーかなりいいですよこれであともう少しリラックスしろって言われてますねおー早くなったさすが名トレーナーだねこの教えてるブブイ選手パッキョウの同級生それにパッキョウの指導が入ってるいやこれかなりなこれいい日にちですねいい時間ですよ あと体体をを前後の前後後に体重をかける動かしながらしなやかに打つっていうねやっぱりこうううう,う,うっていう力の入れ方だしそう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 ドーンどンどンっていう体のリズムで打つあと瞬間移動さすがですねいやいくらなんでもパッキャオが瞬間移動を教えてくれてるけどこれは6階級制覇したキャリアもあるしねそれを朝倉選手にすぐ教えようってこれ いくらいい技だけどこれは使えるのかなっていう心配はありますねこれ1年とか2年あるならねこの瞬間移動を覚えてそこでパンパン打ってまた消えてっていう動きはできると思う今これ1か月半ぐらいしかいないでしょこれに習ってからその瞬間移動ができるのかなっていうそれはちょっと心配ですけどねああ本当パンチがしなやかになってきたすんなり早く強く打ってるね で体あんまり突っ込むなって言ってて言ますねなぜかというと次の動きができないですね思いっきり打つ一発で終わるんならいいけどパンチ力を測るんならいいんですけどもボクシングは一発では倒れないんでコンビネーションで打つんであまり前に行っちゃダメだって中間、うん、64でいい感じ前に64後ろに64であのまあ総合格闘技やってるからかちょっとガードが広いんでちょっと広げて打っちゃうパターンが多いんですねボクシングの場合はもう 脇を締めて打つパンチが一番いいんですよ体の重心が乗るんで手を広げると手だけの力になってしまうんでそれを今し指導してましたね打ち方が、ね、圧倒的に良くなってますねさすがブブイおコンパクトにパワー入ったパンチが打ってますね切れもいい切れもなかなかいいですよこれやっぱ朝倉先生覚えが早いね今教えてすぐできるんだから、まあ、パッキョはこう基本に忠実な牧師の動きをしっかり教えてますよね まあ今回はボクシングの戦いいいいででしょうからこれでいいと思いますよただ、パッキャの動きをそのまま教えている気はするんでパッキャの動きをそのまま朝倉選手が使えるかなっていうのはちょっと疑問に思いますけどもでも、パンチの重心の乗せ方、えー、シャープな打ち方はこれは使えますね。 あのちゃんとあのミクロ選手も使ってますよ、綺麗に。パッキョの連打の時の足の連動のこう動きやってますけど、いや、この動きは怖いな、この動きは右ストレートもろもろもらうような気がしますね、パッキョのスピードと勘だからね、できるんであって、これをいきなり総合格闘技の選手が1か月半ぐらいで覚えれるかっていうのは、ちょっと疑問ですけどね。でも朝倉選手の動きだから才能を見抜いて 教えてるのかもしれませんから、まあ、そこはあんまり私も言えませんね超一流のパッキョウが教えてることですからうわーすごいパッキョウこの動きこれはできないでしょう1か月半ではいやいやいくらでもパッキョウ選手それは無理じゃないですかすごい細かなババババババ,バもう変幻自在な井上チャンピオンでもこれできるかできないかって思うぐらいのさささの動きですからね。 パッケは、ね、手の連動が、ね、いいように思いますけど足の動きがやっぱりいいですよね足で避けないで足で打つっていう素晴らしいですね動きが打ったらすぐ避けろって言ってますけどそうですね僕らもいつも,もうウィービングしたら避けろ避けたら打って打ったら避けろっていうその動きがやっぱり大事だと言ってますねまあパッキャーはどっちかというとアウトボクサーではないんでえ攻めに行く方なんで動いたら打つ動いたら打つっていうことを教えてますね おーパッキうが朝倉選手にパワーあるって言ってますね、パンチあるって言ってますよ、私らもねあの、ぶっちゃけチャンネルで3人が受けた時もすごいパンチありましたから、さらに打ち方を良くしてるから、さらにパワーアップしてると思いますよ、それに筋トレもね、僕らがやった方がいいって言ってた、やっぱ本人もや筋トレね、スクワットやったり、いろいろやってますから、私たちが初めて受けた時よりも、はるかに今、パンチ力あると思います。そしてしないかそしししててなか 連打が打てるということでは今までの中では一番今強い浅倉選手ができてると思いますよ。でパッキャオ選手もね、えー、1試合150億もらった男ですからそんな人が、ね、大スターですからねその人がこう、まあ、ボクサーでもない浅倉選手をしっかり指導してるというさすがですねパッキャオ選手ね、うん。人間性もいいし、世界… 世界レベルの指導者ですよね。この指導によって、えー、まあパッキョー選手だけじゃなし、ね私も竹原君、えー、もね、畠山君も、あと内山君も、えー、あと京口君も、えー、いろんな人があのパッキョー選手もそうだけど、いろんな人が朝桜選手に。 メイウェザー対策のパンチを教えました一体どのパンチを使うのかっていうのも楽しみですよね25日楽しみにしてくださいそしてまた直前予想もしますんでキックボクシングも総合も教えてる、えー、ねえ名トレーナーと一緒にちょっと解説を直前にしますんで是非見てください